昔の環境デッキ、たまに当たるとめちゃくちゃ強い龍です。さあ本日なんですが、また過去の環境デッキのね、あの輝きを取り戻そう企画となっておりまして、本日のデッキはアンティークギアデッキですね。アンティークギアデッキ、あのアンティークギアね、使っていた方もあの多いんじゃないでしょうか。昔からあの好きでね、あの結構やっぱあの強いんで、この最強リアクターモンスターが、あのこのモンスターを活躍させていくっていう、あの昔はデッキあったんですよ。あのアンティークギア、あのギアタウンを割ったりとか、フォートレスを割ったりとか、ギャラクシーサイクロンとかダブルサイクロンとか、とブレイカーとかね、あれで割ったりとかして展開していくっていうデッキだったんですが、今ね、あのリメイクしたらね、こうなると思うんですよ。大体あのね、キング隊で勝率多分ね6割か7割くらいあると思うんですよ。これね、結構強いかったです。使っていてまだ、ね、全然アンティークギアやれるなと思いました。どうやって展開していくかっていうと、まあ、もちろんギャラクシーサイクロンとね、ギアタウンのあのこのコンボはあるんだけど、これがやっぱりね、マシンスフォードですよ。これあの機械族のレベルが8以上になるように捨てると特殊召喚できますよっていうモンスターなんで、まああと雑にね、除去効果を持ってるんで結構強いですよと。2500あるし、特殊召喚できるし、でもう一個やっぱこれが本当に強い、一族の結集。これ機械族モンスター、別のモンスターをね、特殊召喚できるんだけれども、この結集によってリアクターとかデスペラロとかをポン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 出していけるんで、どでかいモンスターが、2体とか3体とかバンバン並んでくるんですよ。で、リアクターは、相手の魔法トラップモンスターの効果は無効にできると、バトルフェーズ中に。だからね、結構ね、やっぱね、この制圧力がすごい高くて、かなり強いです。かなり強いと思う。弱点はあるけどね、もちろん。例えば、まあ、呼吸トスは、まあ、上から殴れるんで、まあ、大丈夫なんですけど、ホムラガミとかが、もう本当に無理なので、ホムラガミとか本当に無理なので、その辺はなんとか、因果切断とかで除去していくしかなくて、一応1枚ピン刺ししてるんですけど、やっぱね、あの辺ちょっときついかな。まあ、バッキが結構ね、熱い環境なんで、その辺はプレイングでなんとかなって、フォートレスってアンティークギア、特殊召喚召喚された、アンティークギアは効果の対象にならないし、相手の効果が破壊されないよっていう効果があるんですよ。なんで、このフォートレスをうまく使って、リアクターを着地させることに成功できれば、そこらし落とし穴とかじゃない限りは結構サンダーブレイクとかインガ切断とかは効かずにぶん殴っていけるんで、まあ、結構その辺はやっぱ強いですね。まあデュエルを見ていただければ、まあ、どんぐらいの動きするのか分かっていただけると思うんで、ちょっと若干展開にガンブリしたアンティークギアデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ、アンティークギアはまだ参る。さあアンティークギアはまだまだいけるということを分からしていくぜ。ワイバン症候群になる前にカード落ち前セットしよう。ワイバン症候群って言うんですよね、これね。召喚してしまってセットカードしてなくて、あってなるやつね。これ発動しといてもいいかもしれないですね。フォートレス、どうでしょうか。まあちょっとどっちでも良さそうな感じはしますけれども。まあギャラクシーサイクルも来るかもしれないんで、エンドしてもいいですね。さあ、どうするでしょうか。タイムしていく。あ、ちなみに今回も声は後付けで。やらせていただいてます。撮影最近ですね、メンバー限定のディスコードの中で行って、いますんで、ディスコード配信してますんでね、声は後付けと、なることが多くなりそうな予感はしていますが、さあ海馬社長どうでしょうか。あ、皆さんもぜひですね、この撮影の現場に参加したいという方はぜひね、幹部会ご加入をお願いいたします。結構面白いですよ。みんなでこうああでもないこうでもない言いながら、ギャーとか言いながら対戦してるんで結構面白いです。さあターンを終了していく。なるほど、いいんですか。お、いいんで、お、いいん、強いですね。いいんですか。なるほどですね。さあとりあえずアンティークギアフォートレスを発動することによって、リアクタードラゴンはこのターン召喚特殊召喚に成功した場合、相手は対象に取ることはできないし、カードの効果で破壊することもできません。さあギアターンを発動していく。さあこれは圧倒的強強ムーブでは、ギアタウンを発動すると、アンティークギアのリリースが1個少なくなりますんで、これでアンティークギアキャッスルの効果を発動して、アンティークギアリアクタードラゴンを出すことによって、1体のリリースで済むリアクタードラゴンが降臨してしまうと。さあこれは最強ですか。さあこのターンこのモンスターは、対象に取ることもできないですし、効果で破壊することもできません。つまり因果切断効きません。サンダーブレイクはまあ一応打ってますが、サンダーブレイクで打てるのはギアタウンもしくはフォートレスのみ。さあどうする海馬社長。さあちょっと困りましたね海馬社長。
あれ、インガス切断、OK、サンダーブレイクでしょ。サンダーブレイク、インガス切断でも結集があるんで、おそらくこれ勝ってると思います。さあ、サンダーブレイクで破壊するのはフォートレスかギアタウンしかない。さあ、どうする？さあ、それしかない。OK、いいだろう。そのぐらいはいいだろう。さあ、大丈夫ですか？あなた。あなた、そのセットカード破壊されますけど、大丈夫ですか？はい。あれ？あれれ？あれれれれ？あれ？さあ、ギアタウンを破壊し、ギアタウンの効果発動。破壊された場合、デッキか墓地かってことだから、アンティーギアモンスターを解く召喚。あれ？クリボール、持ってても、投げられないんですけど、さあ、一択の決心も発動していく。これはやりすぎだ。これは低評価食らうぞ。さあ、これはやりすぎだ。いや、これは良くないですね。これは流線、ちょっと無駄な動きをして、これ良くないです。さあ、おっと、クロノスミラー来た。さあ、クロノスミラーは7がついぞ。さあ、相手のデッキなんだ。さあ、相手のドローフェイズ。暗黒古代の機械、おっと、古代ミラーか？古代の機械を僕以外にも使っている人がいるとは、それは驚きですね。さあ、相手のデッキは何なんでしょうか。まあ、言うてね、ワルキューレかーい。ワルキューレかーい。全然古代じゃなかった。まあでも言うてね、古代の機械でしょ。これね、一応永続魔法なので、なんつったっけな、なんとかっていうやつのね、効果でね、回収できるんですよね、墓地のカードを。なんつったっけな、ちょっと名前忘れたんですけども、ワルキューレのなんか墓地から魔法カード回収できる人がいるんですよ。そいつで、回収することが一応できるんで、一応ワルキューレシグルーンの、効果を、まあ、2回ほど使うことができる可能性がありますんで。さあ、ギャラクシーサイクロン OK いいでしょう。さあ、ギャラクシーサイクロンをまずは発動していく。さあ、ワルキューレは、基本的に伏せカードが強いので、これをまあ除去していきたいといったところ。さあ、そのカードはなんだ。さあ、何かを考えてる、何を待ってる。さあ、そのカード、ドキュー部隊か。ドキュー部隊はいいぞ。一番やべえカード抜いた。一番やべえカードを抜いてしまった。さあ、結集が破壊されたことによって、もう一回結集がセットされてしまう。これは厳しい。これは一番抜いてはいけないカードを抜いたようだ。さあ、リュウ選手ちょっと超えましたね。さあ、カードを一番セット。さあ、まずはワイバーンを召喚していく。さあ、ワイバーンのモンスター効果を発動。さあ、ワイバーンのここによってデッキからアンティークギアカードを1枚サーチしてこれる。さあ、相手の機械上のここによって2300になってると強いぞ。さあ、アンティークギアワイバーン2300取れた点。さあ、ここはフォートレスを出していく。さあ、フォートレスの効果によって手札からレベル8以上のモンスターを捨てて、特殊召喚していく。さあ、2体並んだ。さあ、これはなかなか強い。こっちにも結集はある。一応アンティークギアリアクターは出せそうな気はする。さあ、どうする。さあ、どうする。1枚は結集、まだ今結集は使えない。あとはそのエクストラデッキ側のカードが何なのか、ちょっとチェーン的にもわからない。これは結集すられてるともうわからない、あのカードは。さあ、バトルフェーズに入っていく。まあ、とりあえずでもフリーチェーンであることは、あー、ドキュー部隊来た。さあ、ドキュー部隊の効果によっておそらく、フォートレス破壊される。大きいだろう。さあ、とりあえずワイバーンで攻撃をし、ワイバーンの効果によって、フィアット破壊。これ良かったのか今、フォートレスじゃなくてフィアットの方から特殊召喚した方が良かったんじゃないか。さあ、ワイバーンはモンスター効果を無効にすることができるため、フィアットには無限に強いが。さあ、ワルキューレシグルーンの効果を発動していく。特殊召喚に成功するとデッキから、ワルキューレモンスターを一体特殊召喚することができる。あ、デッキからじゃない、手札からだった、間違えた、ごめんなさい。ワルキューレ最近使ってねえから、なんかにわかさらしてんな。さあ、ここでまだ大丈夫そうですね。ドリッドは一応、召喚特殊召喚成功した場合に、ワルキューレカードを手札に加えるっていうだけなので、まあ一応法要持ってこられてもチェーンして、結集打てますんで、まあ、そこまで悪い結果にはならないと思います。ただし結集がセットされてるんで、一応持ってきたカードを、結集で出すといったことは可能。さあ、どうする。打点線下げるやつであったとしても、アンティーケアリアクタードラゴンは守備力が3000ありますんで、結構強いと思います。さあ、フィアットを特殊召喚して、そこらし落とし穴が回収されていく。これは強いな。それはちょっと強いな。それはちょっと強いぞ。さあ、それはちょっと強いが、どうだ、大丈夫か。さあ、そこは落とし穴をセットしていく。局所的ハリケーンが入ってるタイプのデッキ。さあ、バトルフェーズ、まあ、そこ殴られるにバトルステップで結集をしていく。さあ、一族の結集の効果によってアンティギアワイバーンを選択し、ワイバーンと同じ一族のモンスターを特殊召喚していく。
さあここでおそらくですね1000下がっても2300でございますんで、多分ね突破まだできなそうな感じしますね。今フィアットル殴って出したところで何でもおそらく、あ今あれじゃない、一応なんか特殊化に成功したら相手モンスター破壊するっていうカードが入ってるかもしれなかったので、これは守備表示が正解でしたね。さあ安定ケアリアクタードラゴンの効果を発動していく。ギアタイムを破壊してリアクターが出てくる。おそらく今のはこれ結構後付けでなんか見てると結構プレミ見つかりますね。結構プレミ見つかります。さあ安定ケアリアクターでパンチ。みんなでワイワイ撮影してるからなんか後からこういうなんか致命的なプレミ見つかりがち。さあお相手の方不動優勢選手。さあハンド、あちょっとハンド事故ってますけど大丈夫ですか。ハンド事故ってますけど大丈夫ですか。さあカードを一枚セットしていく。ターンを終了していく。ギャラクシーサイクロンはまあ伏せてもよかったかもしれませんね。これね一回ちょっとビビらして。さあ不動優勢選手のターン、ソーラーエクスチェンジを発動。ほうほうほう。さあソーラーエクスチェンジで、グローアップバレブと、ライトロードハンターライコーを墓地に送っていく。いいですね。さあグローアップバレブが落ちたのはなかなか強そう。さあ、おおおおお、クイックシンクロン。なるほど、クイックシンクロン、はいはい、なるほどですね。クイックシンクロンも特殊召喚していく。ボルトヘッジホックを特殊召喚。おっとこれ結集使えるのおもろいですね。相手機械族ですね。これね、これ出しといた方がいいですね。これ機械族じゃなくなってしまうとこれ出せないんで、機械族になってるこの段階で出しておいた方がいいでしょう。さあボルトヘッジホックを対象に取り、手札からマシンナーズフォートレスを特殊召喚していく。さあマシンナーズフォートレスは、破壊されると相手のカードを破壊することができるため、そこそこのアドバンテージは稼いでくれるが、さあどうだ。さあマシンナーズフォートレスは破壊されても、そして墓地から、出てくることができるんで、ワイバーンを例えば次のターンに引いてワイバーンを召喚し、ワイバーンの効果でリアクターを引いてくると、もう1回、フォートレスが出てくるということができる。さあなかなか強いぞ。さあ不動優勢選手どういったらいけないんでしょうか。さあおっとニトロウォリアー、おっとちょっとこれざわついてきたな。ニトロウォリアーということは、これラッシュウォリアー、オッケー、ラッシュウォリアー入って、これラッシュデュエルが、これラッシュデュエルが開催されそうな気配がありますね。これ手札にラッシュウォリアーあるんですか。ウォリアーズブースターはいいです。さあ3500だってなった。これラッシュウォリアー、あラッシュ、あラッシュ、あ結構ラッシュデュエル